すごい。かっけ。こんな感じ。カメラ OK、音 OK、役者 OK、よーさ。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。皆さん、普段、キーボードはどんなものを使っていますか？今使っているキーボードは、約4年前、2000円ほどで買ったゲーミングキーボードです。はい、ドーンはい、感じです。ブラックです。はい。当時、お手頃価格、光る、日本語配列、この3つで購入したキーボードです。未だに現役で、キーは問題なく動いていますが、使用歴、約4年、使用頻度の多いキーは、こちらについてです。はい、見てください、ここ。もう、キーがかすれて見えないので、シール貼ってるんですけども、そのシールもまた薄くなって、もう文字が見えなくなってます。で、スペースキー、上げております。というわけで、こちら打鍵感が超軽でタイピングがしやすく、世界のトップゲーマーたちに愛されている人気商品、世界最速のゲーミングキーボード APEX PRO TKL2023、 こちら紹介していきたいと思います。はい、風の儀オープン。取説、このページは日本語、 USB Type C 本体。おー、こちら初めて聞く音。横35センチ、奥行き13センチ、683g。本体裏側にはロゴが載っております。足ですね、なんとこちらパターンがあります。何もなし、ちょっと高め、よーく見ていただきますとちっちゃいのがついてるんですよ。これを上げて微妙に高さを出すことができます。そしてこちらリストパッド。監督、結構編集でここ赤くなったりするんですけども、ガードしてくれます。絶対ありの方が高さがまああるのでいいですね。本体にここ磁石タイプ、離しても取れません。引っ張りは取れます。角度を変えることができます。ありがたい。普通のキーボードとこのゲーミングキーボード、何が違うの？ゲーミングキーボード、その名の通り、ゲームをより快適にプレイできるよう、打鍵感やキーの同乗子認識だったり反応速度にこだわって開発されたキーボードのことを言います。キーボード本体、背面を見ますとこちらキーを外すものです。これでパチッと取ります。なくしやすいのでとても便利。この本体 USB Type-C がありますので、本体の裏こちらにつけて、反対側は通常の USB。 本体を見ますと点キーがついていません。この辺にある数字のキーですね。ない分スペースはコンパクトに使うことができます。はい、サイズもこれくらい小スペースでございます。こちらの新しいキーボードなんですけども、削らない限りは絶対剥げないというですね、仕様となっております。いつまでも変わらない性能を。こちら本体、なんと航空機にも使われているアルミニウム合金を本体に採用。メディアキーを搭載、音楽の再生停止やクリッカブル。集めてきましたゾーン。この動画でこのスイッチを押すと動画が一時停止されます。上に上げると音が大きくなります。こちらはディープドライブですね。前回飲んだかな。下に回すと音が小さくなります。ここ押し込むとミュートになります。世界最速のキーボード、アクチュエーションポイント 0.1 単位で調節することが可能です。対戦ゲームのゲームにおいて反応速度というのはかなり重要です。このキーボードを押すというよりか乗せるというイメージに近いです。キーの入力が軽く、軽いことによるレスポンスの速さ、長時間使用しても疲れ知らず。こちら見てください、こんな感じですよ。見ていただく通りですね、これ全然違いますね。この W のキーで主人公が前に動きます。これくらいの押し込みで動きます。アクチュエーションキーですね、この W というものをもう最小の 0.1 にしてみます。この W のキー設定してきました。というわけで、多分動画だと分かりづらいんですけども、フィルターだけでこうです。押してないですよ、これ。これもうこんな、こんな通常のこの A のキーだとこう押しても動かないんですよ。でも W だと、はい、こういう違いが出てきます。
ラピッドトリガー搭載。従来の固定されたリセットポイントではなく、スイッチを上げることで入力をリセット。これによってキーを高速で連打することができます。 2 in 1 アクション。キーの押し方に応じて1つのキーに2つのアクションキーを割り当てることができます。使用例としては、キーを軽く押した時はゆっくり歩く、同じキーを強く押すと走るなどです。有機EL、スマートディスプレイ、アプリやゲームから通知表示が可能。本体、ここです。ここに映ります。この有機EL ディスプレイ、好きな画像やイラストなんかも表示することができます。設定は、こちらのソフトを使って設定することができます。爆発を入れてみました。さあどうなるんでしょうか。おお、ちゃんとアニメーションになってる。かき氷、かすみ、アクア、カラーフュージョン、コメット、ゴーストチェイス、ディスコモード、ドレイン、フリーウェイ、レインボー、ワープドライブ。以上です。オフ。こういう形で自分好みに色をですね、変えることができますね。いかがだったでしょうか。 Apex Pro TTL 2023、実際に使ってみて監督としてはですね、エラーの差というものをねとても感じました。見た目がまずシンプルで、どこにでも馴染みやすいデザイン。重さは少しありますが、この心地よいタイピング、監督はそんなにゲームやらないんですけども、世界最速のゲーミングキーボードというわけでテンションが上がります。あとはやっぱりここにね、いろんなギミックがついているという点もガジェット好きとしてそそります。こちらのキーボード興味がある方はぜひ概要欄までご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。こちらネット世界最速の打鍵感や打鍵キーのワープドライブ、すごっ、マジですごい。